大阪の住吉大社からこんにちは。この神様はですね、瀬戸内の航海の神様でございまして、この神社の配置がですね、実はまっすぐ西、こっちの方向に瀬戸内海が開けておりまして、はい。そして、船乗りがですね、オリオン座を目印にして航海するんですよ。ですからこの水明神の神様っていうのは実は、オリオン座の三つ星の神様なんですね。そしてこっちの方角まっすぐ行きますと、関門海峡があって、そこを抜けると玄界灘ということで、山口県、はい、お待たせいたしました。今度の日曜日21月の28日に私山口に参ります。山口市民会館で皆様とお会いしたいと思いますので、お申し込み先はですね、概要欄とコメントに書いておきます。山口の皆さん、そして、北九州の皆さん、ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。